うん。実際、田野さんどうですか？この、あなたの豊富な経験と専門知識に感銘を受けとか、幅広い業務に携わってこられた経験はまさに圧巻ですみたいな。あんまり、スカウトメールでは使わないのかなと思うんですけど、どうですか？こういうのって使うケースってございますか？あれ高野さんごめんなさい。音声が消えちゃってました。そうですね。豊富とか専門知識っていうのはいいと思うんですけど、どう豊富なのかとか、どういう専門知識なのかっていうのが、それがチャット GPT でできるんだったら最高ですよね。うん、僕もなんかそこやりきれてないんですけど、例えばそのレジュメを読んで、求人票を読んで、どこがどういうふうにいいと思ったからご連絡しましたって文章が正確に作れるだけでかなりいいのかなと思っていて。わかりました。で、それが今第3段階目で次やるところなんですけれども、ですね、ちょっと前提を共有すると、この生成 AI っていうのは、穴埋め問題を解くようにできているので、いかにそのブラックボックスを分かりやすく作ってあげて、それ以外のインプットに対して、ここの穴を埋めてくださいっていうことを伝えるかっていう感じなので、ですね、次の、割と相性がいいやり方としては、この、ちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、この質問だと、それなりの回答が返ってきますね。ここにスカウトメールをコピペするんですけど、スカウトメールの、このオレンジのところ、訴求するときに相手に対してチューニングしたい文章を、経歴が目に留まった理由はこうですっていうふうに今、発行書きで作ってあります。これ全体をここにコピペしてあげて、で、この経歴が目に留まった理由はこうですに記載すべき内容を教えてくださいって言うと、それなりの内容が返ってくるっていう感じですね。なので、先ほどの質問との差としては、実際の業務内容とか、訴求したい内容そのものを聞くというよりは、訴求したい内容を含んだ、全体の文章、文脈をこうやって用意してあげて、で実際に訴求する、文章のところをこういうふうに分かりやすく、経歴が目に留まった理由はこうですみたいな感じで、穴を作ってあげて、そこの穴を埋めるように、質問してみると、割とそれなりのものが返ってくるっていう感じですね。これで、さっきよりはだいぶマシな回答が返ってきてますね。この実践の訴求文章だけを空白にして、それを分かりやすく質問すると、記載すべき内容で、例えば応募者の経験年数とか、応募者がこれまで携わってきた業務内容とか、過去に達成した成果、どうして魅力的なのかっていう方針が記載されてて、で、例文としても、あなたが何々で何年の間、連結決算業務に携わってきた経験に特に魅力を感じました。特にあなたが過去に、こういうことなどを成功に導いてきた実績はまさにあったんですっていうで、これらの経験は、事業継承支援におけるM&O の経営管理業務において大きな力になると確信しております。だいぶ先ほどよりは方向性にのっとった回答が返ってきてますね。そうですね。これだともう確実にレジュメ読んだって分かりますね。そうですね。なので、実際にここの一部の内容自体が、合致してるかっていうところを人がレビューする必要があるんですけど、こういう聞き方をすると、割とその、求めた回答に対して、乗っ取った返答は来る。先ほどみたいな、ただのコピペのまとめというよりは、実際に我々が欲しいその訴求文書にどういうものを載っけて、で実際にこういうなんか段落の作りで、文章を書けばいいみたいなところが、ちゃんと構造化されてるっていう。非常に参考になるなと思って